ポール・メロンは、アメリカ合衆国の資産家、特殊家、美術品収集家、競争場のオーナーブリーダー。相続したメロン財閥の潤沢な資産をもとに、様々な特殊活動、投資活動を行った人物で、特に、アメリカ競馬会が受けた恩恵は大きく、後に、アメリカ競馬名誉の伝道博物館より、ホースマンの模範として選出されている。ポールは、銀行家。 および後のアメリカ合衆国財務長官である、アンドリュー・ウィリアム・メロンの長男として生まれた。母は、ノーラ・マクミューレン、姉にアリサ・メロンがいる。1925年にチョートスクールを卒業した後に、イエール大学へと進学、そこで校内の秘密結社スクロールキーに入部した、ほか、学生新聞、イエールデイリーニュースの副編集長を務めていた。 1929年に同校を卒業した。後年、ポールはこれら母校の講演者となり、チョートスクールにはメロン美術館とメロン科学センターを寄贈、また、イエール大学にも寄宿舎二棟と英国美術センターを寄贈している。イエール大学の卒業後はイギリスに渡り、そこでケンブリッジ大学クレアカレッジに入学、1931年に、 文学史の学位を得て卒業、後の1938年に大学院修士号の称号を得ている。1937年に父が死去すると姉アリサと共にその莫大な財産の相続人となった。その資産はフォーチュン氏が1957年より調べ始めた。長者番付で一族が皆上位に入るほどで、ポール自身の資産は400万から700万ドルと、 推測されている。卒業後ポールはピッツバーグに戻り、メロン銀行などの企業で半年勤めている。1935年、ポールはメアリー・コノーバーア・ブラウンと結婚し、その間にキャサリンとティーモシーの一男一女を設けた。その後家族でバージニア州に移り住んでいる。1940年、ポールはメリーランド州アナポリスのセント・ジョンズ・カレッジに、 入学したが、わずか、半年後に陸軍に士官、騎馬隊への入隊を志願した。ポールは、ヨーロッパ方面での OSS として勤務し、最終的には少佐にまで昇格、制道聖賞を4度受けている。1946年に、妻メアリーがズダにより死去すると、ポールは、レイチェル・ランバート・ロイドと再婚、彼女とその連れ子であるステーシー・ロイド3世と、エリザ・ランバート・ロイドが、 家族に加わった。レイチェルはリステリンなどの医薬品ブランドで知られる、ワーナー・ラン・ワート社の創業者一族の出身で、ステイシー・バークロフとロイド・ジュニアの元妻であった。またレイチェルは、演芸学や印象派、ポスト印象派らの絵画に興味を持つ人物で、ポールもその影響を受けることになった。 1992年に自助伝であるリフレクションズインエーシルバースプーンを出版している。それから7年後の1999年2月1日にバージニア州アッパービルオークスプリングにある自宅で妻と4人の子供を残して死去した。ポールは以前より美術や慈善活動に興味を持っており、後に父の資産の相続や夫人との結婚などによってその熱をより強くした。 1937年、父アンドリューが、ワシントン DC にナショナルギャラリーを建造したが、それから間もなく死去した。ポールはこの美術館と、その所蔵品115点を国に寄贈し、自身は、その運営委員会に所属し、館長も二度務めている。またその後も自身とレイチェルが美術品を寄贈し続けており、その数は1000点以上に及ぶ。1936年、 ポールはジョージ・スタップスのパンプキンと牧道という作品を購入した。自身が初めて購入したイギリス絵画として以後も委託機に入り生涯手放さなかった。それ以降イギリスの美術に注目し、イギリス芸術の専門家であるバジール・テイラーの助力の下で1950年代から1960年代中頃にかけて多数の作品を手に入れた。 この動きについて、ロンドンで画商を営んでいたジェフリー・アグニューという人物が、あのアメリカ人がイギリス人に自分たちの美術の価値を再認識させたとのことを残している。その後、ポールは自身の集めた絵画や珍しい書籍などをイエール大学に寄贈し、それを収めるための博物館も建設した。ポールは自身の名前を美術館名につけることを避け、 イギリス美術を収蔵したことを強調させるために、イギリス美術のためのイエールセンターという名を付けさせた。同美術館はイエール大学アートギャラリーと同じルイス・アイカームの設計により手掛けられている。なお、母校イエール大学とは美術館の寄贈にとどまらず、様々な支援を行っている。 学者の寄贈は、その代表的なもので、イエール大学の数あるキャンパスの中でも、エズラスタイルズカレッジとモースカレッジは、ポールの寄付をもとに建てられたものであった。これらの施設拡充により、イエール大学は男女共学校になっている。寄宿寮も12棟を建設し、そこで生活する学生への給食も提供した。一方で、ロンドンには、同館の姉妹館として、 イギリス美術研究のためのポールメロンセンターという名の研究施設を建設している。これ以外の主な博物館建設にバージニア州リッチモンドに建設したバージニア美術館がある。ポールはサラ・ブレッド競馬の生産者及び馬ッでもあり、自身の持つロークバイステーブルズ名義で所有した競争馬の中にはケンタッキーダービー優勝馬のシーヒーローなども含まれていた。 1969年と1970年には、ポール所有のアーツレターズと、フォートマーシーがそれぞれ連年で、アメリカ年度代表馬を獲得する快挙を成し遂げている。1971年と1986年には、エクリプス賞最優秀場所にも選出されている。また、アメリカ国外でも競争馬を走らせており、 その代表的なものにタイムフォーム氏の選出による20世紀世界の平地競争場トップ200で第8位に選ばれたミルリーフがいる。ポールはこのほか馬の種の保存や安全、福祉などを目的としたクレーソンジョッキークラブ調査財団を設立している。シーヒーローがケンタッキーダービーに優勝した1993年には当時の3冠 ボーナス賞金と同額の100万ドルを財団に寄付し、また死去に際してその遺産からも250万ドルを寄付している。それらの功績から後に、アメリカ競馬名誉の伝道博物館より、1989年にモハンホースマンとして選出された。この称号は2010年現在までに5人しか選出されていない希少な称号である。また年には、 バージニア州競馬協会から、さらにはイギリスジョッキークラブよりも伝道選定を受けている。ポールは人文科学の進歩を目的として、1941年にオールドドミニオン財団を、1945年にボーリンゲン財団を設立している。これらは1969年の活動停止までに100冊以上の書籍を出版し、その後はね、 アリサの設立したアバロン財団と統合、その名を父に記念してアンドリュー・メロン財団と解消している。ポールはケンブリッジ大学を通して800万ドルの資金をフィッツ・ウィリアム美術館へと提供している。そのうち100万ポンドは美術館の区画増設へと役立てられ、残りの資金はポール・メロン基金として保持され、美術館の高級的な運営に役立てられることになった。 ケンブリッジ大学に対しては、ポールが通学したクレアカレッジに提供を行っており、1966年に建てられたクレアホールは、その援助によるものである。ポールはクレアカレッジに通学していた時期を救いがたき収集家という自分の出発点であったと語っており、強い思い入れがあったという。これらのポールの活動に対して、1974年に、 ナイトクライの大英帝国勲章が与えられた。また1985年にはアメリカ国民芸術勲章。1997年にはアメリカ芸術人道勲章が贈られている。ハット後にファイザーに統合。パンプキンウィズ、エースティーブル・ラッド・ウィキアート、ハットクラス・オブ2007インダクション・ドローズ、SRO ・クラウド・アメリカ競馬名誉の伝道博物館公式サイト。 ありがとうございます。